はい、皆さんこちら今日のねサムチャンネルですけど、今日こちら35の GTR ですね。で、内容はエアコンメンテナンスで、エアコンのね冷えが悪いと、でもう暑い日は効かないと、まあ、今日ちょっと曇ってて、まあ、雨も降ってるぐらいな感じなんですけど、その時はねなんとか効くかなっていうところでした。で、実際に温度を測ってみるとね、もう吹き出し口温度が20何度とかそれぐらいで、ガス回収したらね100しか入ってなかったです。ですんで、まあ漏れてる可能性もありますね。まずはね今フラッシングを今やってますんで、フラッシングが終わってからねガス入れてちょっとガス検査一回してみようかなと思います。あとなんか右と左でなんか吹き出し口の温度が違うような感じがするっていうんですよね。で、確かに右と左で温度測ったらまあ違うんですけど、まずはメンテ後にどうなるかを見て、で、あとはもうその時に今度ね、例えばヒーターにしたりとかいろいろ変えてみて違いがどれだけあるかっていうのを見てみます。そうすることで、まあ、どうなるかですね。もしかしたら温度調整の機械の方が壊れてるっていう可能性もあります。もちろんね、エアコン自体が冷えないのはもうガスがないっていうことが判明していますね。それではね、作業の方やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、今から作業の方やっていきます。で、吹き出し口温度ですけど、20.4 度になってます。で、一応ね、助手席側の方も今回は測定の方をします。で、助手席側はね、23.2 度っていう風にね、結果になってます。まあ特にね、じゃあ右左で数字が違うから何かおかしいかっていうと、それはないと思います。だから温度をね、ホットとかクールとか切り替えてみて、ね、それがちゃんと鳴ってるんであれば問題はないですね。右と左でですね。で、ガス規定量ですけど、500g です。で、入っていたガスがね、100g で、まあ、400g ね、少ないっていう結果にね、なってますね。まあ、ですんで、ほぼ入ってないね、まあ、5分の1なんで、まあ確かにね、エアコンの吹き出し口は20度ぐらいだったんでね、まあ、ね、まあそのエアコンとしての能力としては全然ゼロではないんですよね。これ全くもう動いてなかったら、だいたい吹き出し口30度超えてるんですよね、今の時期だったら。っていうとこはあります。で、今からね、フラッシング、液化したガスで配管内をね、洗浄をします。そうすることで古いコンプレッサーオイルを出して、で、あとね、詰まりにですね、それがね、あれば取れることもあるっていうとこ。で、こちらの入っていくね、ガス量が多くなれば多くなるほどね、まあ、基本的にはいいと思っていただければいいんですけど、まあ、さっきほどので250、60ぐらいっていう数字でした。だからね、あんまり状態が良くないんじゃないかなって思いますね。ガス結構少なくなってるやつとか、まあ、例えばね、ガス漏れしてるやつとかっていうのは、中身がなくなったりとかすると、今度逆にね、中にゴミが入ったりとかすることもあります。まだガスがゼロではないんでいいんですけど、で、このフラッシングをしていくことでね、まあ、詰まりがひどいやつでなければね、取れたりするんで、この数量がどんどん上がっていくと。上がれば上がるほどね、まあ、いい方向に改善していくみたいなイメージなんですよね。だからまあこれずっとやっていくとね、少しずつ数字は増えていくんですけど、まあ、基本的にですけど、イメージ的には、まあ、規定量に対して、まあ、3から5倍ぐらいが理想的な数値なんですよね。まあ、だから5倍までいかない車ももちろんあるんで、ね、だからまあこの車で言うと、まあ、1000ちょっと行ってくれると理想的かなっていうとこがね、あるんですけどね、いかないっていうとこなんで、もうこれとりあえずね、フラッシングの回数、ね、9回で設定してますけど、ちょっとね、時間の許す限りフラッシングをね、バシバシやっていこうっていうところで、ね、9回やった後に、さらにね、また増やしていくっていう感じでやっていきます。で、今ね、こちら9回目のね、フラッシングが終わったんで、まあ、やっとね、まあ、300台には突入したかなっていうとこですけど、ダメだったんで、またさらにフラッシングをね、再度設定して回していく。もうひたすらね、フラッシングをしていくっていうとこ。ただね、まあ、このフラッシングの時間なんですけど、基本的に大体まあ、3時間から5時間ぐらいかかるんですよね。ただ、じゃあこの入る量が少ないと、回収する分の時間がその分かかんないんで、すぐ終わるんですよね。まあ、すぐって言っても、それでも1時間とかは多分動いてたと思うんですけどね。で、そこからもう一回セットしてもう一回回してみたいな感じだと思います。なんでその一回やるのに1時間から1時間半ぐらい今かかってるのかなっていう感じなんでね。それでまあ一応5時間6時間ぐらいは見といてくださいって言っとったんで、まあその時間の範囲内でね、まあできる分だけやっていこうっていうとこ。まあ他のね作業最終的に終わった後はね、真空引きしたりガス入れたりする時間があるんで、まあプラス30分ぐらいかかるんで、まあだいたい4時間半から5時間ぐらいで、フラッシングができる分だけやろうっていうところでやります。で、まあこれ25回やってるんで、
9でセットして、999でセットしてるんですけど、3回目の9の時は、もう途中で切ってるんですよね。もう時間的にちょっと余裕がなかったんでっていうとこ。だから入る量が増えていけば、回収するのにまた時間がかかっちゃうんで、その分ね、どんどん伸びていくっていう感じですね、時間が。まあ、そういった感じのイメージって思っていただければいいです。だからまあこれでね、できるだけやっておいた方がね、絶対後でガス入れた時の効率は絶対上がるからですね。まあそうやった方がいいのはいいです。まあ、そしてね、やっぱり3号の GTR も、まあ、この車だと前期型になるんで、まあね、やっぱり初期型になるとだいぶもう古いのは古いですもんね、年数的にもね。だからまあね、GTR であったり、まあ、それ以外の車でもそうなんですけど、やっぱ年数がそれなりに落ちてるんだったら、やっぱりメンテナンス、ガスだけを入れるとか、まあ、よくよそがやってるガスを回収して、ガスクリーニングをして戻す。あれ、それフラッシングじゃないんでですね。とか、でもまあ、やる分はいいとは思いますけど、さらに突っ込んでやるんだったら、こういった感じで。フラッシングをして、まあ古いコンプレッサーオイルを出すっていうとこ、ね、オイル交換をするっていうのをね、できればやってほしいですね。だから他の機械とかでもオイルが出るっていうふうには言うんですけど、出るのは出るんですけどね、まあこの機械みたいにがっつりね、出してしまうっていうことができないんで、まあその辺の違いっていうのはね、大きいのかなっていうとこですよね。だからまあエアコンのメンテナンスはやっぱりこういった感じでね、しっかりとやり込んだ方が、まあどうせやるならね、しっかりやるっていうとこじゃないのかなっていうふうにはね、思います。そしてね、この前ね、まあ、視聴者の方なのか、まあ、コメントいただいたんですけど、まあ、このね、フラッシングってどこでもできますかみたいな感じで聞かれました。まあ、量販店とかね、まあ、黄色い帽子であったりとか、なんちゃらバックスだったりとかね、まあ、その辺とかの、まあ、量販店でできますかっていうのに聞かれたんですけど、まず、やるんであれば同じ機械ですよね。まあ、このメーカーの機械かな、まあ、あれば。で、やることは理論上は可能です。あとは、まあ、そこがやるかやらないかっていうところになるんですよ。要はね、他の視聴者さんでも言うんですけど、スナップオンの例えばホームページとかを見てね、この機械を持ってるとこの掲載されてる店舗ね、これって掲載はね、お店側の任意なんで、載せないっていうお店は載ってないんですね、実際。で、まあそれで載ってるとこにね、連絡したりとかしてできますかって言ったらやりませんっていうとこも多いらしいんですよね、実際。だから機械を持っていてもやるとこはやるし、やらないとこはやらないみたいな、まあ、そういった風にね、まあ極端にね、両極端に分かれるっていうとこ。だからまあそのユーザーさんがじゃあどこでもできますかっていうと、どこでもはできないですよね、やっぱり。だから機械を持ってれば、やるとこはやるし、ね、持っててもやらないとこはやらないしっていうとこなんですよ。で、それ以外のメーカーの機械で、まあガスクリーニングですね。回収したガスを再生して、ガスの順度上げて戻すっていうのはフラッシングではないんで、それをまた勘違いして同じようなことをやってるっていう風にね、思ってるユーザーさんもいるみたいなんで、まあそこはね、気をつけてもらった方がいいと思いますね。だから、この機械を持ってるからまたフラッシングをやってるやってないっていうのとかは分かれるんで、フラッシングをね、そういう風にやってるって思って出してたとこが、まあ30分で終わったとかっていうんだったらね、間違いなくフラッシングやってないんでね、そんな時間じゃ終わんないっすよ。ね、やっぱり言ってるように3から5時間ぐらいかかるっていうね。だからこの GTR でもね、結局まあこれ25回ぐらいやってるんで、まあトータルでいくとやっぱ5時間6時間ぐらいずっと動かしっぱなしでやってますからね。で、これね、量多くやってるからって言って、まあ、特にね、じゃあ多くお金くださいっていうのは言ってないんで、こっちが勝手にやってるからですね。だから、ま、こういった状態を見て、まあ、こっちが独自判断でね、まあ、さらに攻めていくかっていうのを決めてるっていうようなイメージで思っていただければいいのかなっていうところ、まあ、せっかくね、やっぱ持ってきてくれてる人たちいっぱいいるんで、まあね、状態が悪い状態を改善できるんであれば、もちろんね、これならないときはならないんで、根本的に詰まりひどいとね、もうその部品変えないとダメっていうのもありますんで、まあ、そういうのはね、分かっていただければっていうところですよね。だからまあこんな感じでやれば、まあ良くなる車もあるんで、まあちょっとでもね、改善させてやって、冷えが良くなった方がいいからですね。やっぱりまあ夏場になるとね、エアコンの問い合わせが多いです。特に今年の夏はね、まあ暑いのがずっと続いてるからですね。去年なんかはね、まあお盆過ぎてからは雨が多かったですけどね、今回はまあお盆もずっとね、まあ天気がね、暑い日が続くっていう、まあ、ね、他の地域でもね、まあ雨が多い地域もありますけどね、やっぱ暑いものは暑いんで、できるだけね、効くようになった方がいいですよね。ただ、やっぱり根本的にね、まあ詰まりもそうなんですけど、コンプレッサーが下手ってるとね、やっぱりこう冷え悪いのは悪いんですよね。まあ、ガスの量が満タンになることで冷え良くはなるんですけど、なんていうんですかね、まあ瞬発力って言ったらいいんですかね、
だからあったかいのでできるだけ短い時間でいかに冷やすかっていう能力はやっぱりコンプレッサーがへたるとね、そこは落ちてくるんで、炎天下の中のね、効きが悪いっていうような不満を言う方もね、多々いるんじゃないかなとは思います。まあ、ですので、まあ、フラッシングをしてオイル交換をする、ガスを満タンにするっていうのは定期的にやることで、ちょっとでもねコンプレッサーがへたらないようにする、ね、エンジンオイル入れっぱなしで使いっぱなしでとかね、オイル継ぎ足しでずっと乗るとかっていうことを多分皆さんしないと思うんですよ。まあ、する人もいるでしょうけどね。だからそういうのと一緒でね、コンプレッサーオイルも、まあ、添加剤とか入れるのも全然ありですけど、一回ねやっぱり掃除をするっていうところを習慣づける、まあ、何年かに一回でもいいんでね、だいたいもう5年10年ノーメンテナンスっていう方もねほとんどだと思うんで、でエアコン効くんで大丈夫ですって思ってる人も多いんですけど、やったらもっと冷えるんでっていうとこもね分かってほしいかなっていうのはありますね。まあ、こればっかりねもうやらないと分かんないですけどね。でまあそうこうしてると、まあ今フラッシング25回目ですけど、まあなんとかね200ちょいぐらいからまあ1000ぐらいまではね持っていくことはできたのかなっていうとこですね。だからこれでね、まあ何歩かね、配下の中の洗浄は良くなってるとは思います。ただこうやり終わった後にね、真ん中のボトルが廃油なんですけど、ほとんど入ってないんですよね。こういうのが今度ね、オイルが少ない状態で使ってると、もちろんブローしたりとか、コンプレッサーブローとか、あとコンプレッサーのへたりの原因にもなるんですよね。圧縮不足の原因にもなるんで、そういうのもね気をつけた方がいいですね。で規定量500に対してね 475g の充填をします。でこれね、また満タンじゃない理由は添加剤を入れるからですね。添加剤の中には添加剤とガスが入ってます。これね、ガスが入ってないって思ってる人も多いみたいで、ね、なんで満タン入れないんだっていうねコメントとか来たことあるんですけど、ガス入ってますんでこれ、ね、だから添加剤入れると効きが良くなるからくりはね、ガスも入ってるからっていうのもあるんですよ、これ皆さん。まあただね、入ってる量も知れてるんで、まあ大体 2,30g とかね、大体その辺が多いんじゃないかなって思いますよね。でそこを入れてやって、で施工後吹き出し口温度ですけど、運転席は 9.2 度、そしてね助手席側は 8.4 度っていうところで、まあ多少の誤差はありますけどね、まあそれでね十分冷えるようにはなってます。でガスの量がね少なかったんで、ちょっと気になるんでね、ガス検査ですね、漏れがないかとか。でグラフがねもうピーンってもうめちゃくちゃ振るとね、もう漏れてますね。微妙だとちょっと判別が難しいんですよね。ただねやっぱそれでもちょっとずつ漏れてるっていう可能性もあります。まあだからこういう検査キットとかがあって、ガスを回収した最初の段階でね、なんか少ないなって思ったら、やっぱこういうのは大体やるように習慣づけてますね。まあちょっとでもね悪いとこないか、で今液パンとかねその辺を見てますけど、やっぱ悪いとこないかっていうチェックをしてやった方がいいですよね。で蛍光剤だとねこういうとこって見れないんですけど、こういう検査キットだったらこういうふうに突っ込めばわかるんですよね。でちょっとグラフがね振ってるのが少し気になったっていうとこ、もしかしたら漏れてる可能性があります。でこういう吹き出し口のところに当ててもね振ることもあります。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。35 GTR のエアコンのメンテナンスでした。でガス規定量ね 500g に対して、まあ、100g もね入ってないっていうね結果になりましたね。でフラッシングしたらね、思いのほかフラッシングの入りが悪いと、まあおそらく詰まりが疑われますよね。でトータルでね多分25回ぐらいのフラッシングをしたと思います。でそうすることで最初とね最後でガスの入っている量がだいぶ違うんじゃないかなって思いますね。で出てきたねまあ廃油と、あとねガスを満タンにしてね添加剤入れてってしたら、まあ、吹き出し口温度も10度を切るっていうところまではね冷えました。でオーナーさんが言ってた、まあ、左右の温度差っていうのは言ってましたけど、まあ、特段まあねじゃあ温度切り替えとかやっても別にね暖かくもなるし冷たくもなるしっていうのでおかしそうな感じはないんで、まあ大丈夫かなとは思いますけどね。でただねこちらのねガス検査ですね、こちらの方をした時に車内の方が少しガスがね少し拾ってるんですよね、漏れてるような感じの。だからもしかしたら漏れてる可能性があります。だからガスがあれだけ少なかったっていうのがやっぱりガス漏れによるね、ガスが少ないで検査のねまあグラフってもう振り切ってるとねもうめちゃくちゃ漏れてるんですよね。で少ないとねまあ少し漏れてるかなみたいな感じなんですよ。だから例えば何年もかけてまあね数量まで減ったのかっていう可能性もあります。
だからまあ本当ならまあ漏れ止め剤とかを入れておけば、まあ、もしかしたら止まったりとか、まあ、現状例えば漏れてなくても今後の漏れる可能性をまあちょっとでも抑えるっていうところでね入れるっていう手もあったんじゃないのかなっていうのはありますね。まあ、とりあえずはね、まあ、様子見てもらって、例えば来年がもう冷えなくなったとか、まあ、再来年で冷えなくなったとか、まあ、そういったところの、ね、どれくらいのサイクルで冷えなくなるかっていうところを見てもらって、まあ、それでね漏れ止めをまた入れるか入れないかとかっていう判断をしてもいいのかなっていうところですね。まあ、今回はねあちら 35GTR のね、まあ、エアコンのメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。